打点が変わるかっていうのを知ることが大事だと思います。良い方位置は打点が変わらない。テニスコーチチャンネル、どうもテニスコーチチャンネルの時間がやってまいりました。前回前々回とボレーはコンチネンタルグリップで私は持ってません。最近のプロもこういう方多いですよっていう紹介をしました。今日はですね、その動画の中でも状況に応じてグリップを変えられるのが一番いいですよっていう話をしています。やっぱり厚いグリップだといいこともあればデメリットもありますので、そちら側も紹介しようかなと思っていますので、最後まで見てください。それでは行ってみましょう。はい、やっぱり厚いグリップ、薄いグリップ、グリップが変わると打点が変わります。まず厚く持ったり薄く持ったりしたらどう打点が変わるかっていうのを知ることが大事だと思います。厚いグリップの特徴としてはやっぱ前回までやってたみたいに前で取れる、その代わり体に打点が近くなります。薄いグリップにしたら打点が少し後ろ側になりますけど遠くが届くようになります。あとはやっぱり薄いグリップの方が面が自然と上を向きますので低いボールなんかは打ちやすいです。少し厚くなるとラケットがまっすぐなってきますのでローボレーなんかは若干打ちにくくなるんですけど、軟式テニスみたいなグリップで打ってるわけじゃないんでほとんど正直気になりません。私はローボレーはグリップをコンチネンタルに持ち替えない、そのまま厚いグリップで持っています。前で当たれば全然気になりませんので私はローボレーは変えていません。ただすごく遠くのボールとか自分より後ろのボールはグリップを薄くしないと届かなかったりうまく手首が返せなかったりしますのでそこは変えてますから実際打ってみるんで参考にしてください。厚いグリップは前で取れます。前で取る。ただ遠くが届かないんで遠い時はグリップをすごい薄くして取ってます。その方がリーチが伸びるんですごい遠い時はグリップを薄くしてます。もう飛びつくようなボレーの時ですね。自分より後ろのボールですね、高いすごい下がるハイボレーとかそういうのもちょっと厚いグリップは取りづらいんですけども、それは以前に自分より後ろのボールは丸々のグリップで取りましょうっていう動画を出してますのでちょっと今回は割愛します。よかったらそっちも見てください。バックボレーですね。バックボレーはもともとオアに近いグリップなんで遠くは取りやすいです。バックにグリップが厚い人の方が体に打点が近くなるんでフォア目で持ってるグリップなんで遠くは取りやすいです。強いてデメリットを挙げるとすると本当に速いボールでボーンと叩きたいときはちょっとバックに厚くした方がスピードは出ます。やっぱり上向き面になりやすいグリップなんで本当にフラット性の速いボールを打ちたかったらそこは向いてないかなと思います。ちょっと実際打ってみます。普通に持ってたら上向き面になるんでスライスが強いボールがいきます。これを少しフォアよりテイクバックすることで威力を出しましょうっていうのが前回までの動画だったんですけど、やっぱり本当にフラット性の速いボールスピードボールで決めに行きたいときは少しねフォアに近かったグリップをこうバックに厚く持った方がやっぱり早いです。前に詰める時間があるときなんかは持ち替えちゃっても厚く持ち替えちゃってもいいと思います。実際やってみます。
先週までのグリップだとちょっとスライスが強くなって本当に速いボールは打てませんので、余裕があったらちょっと厚く持ち替えてバーンって叩く、この方が速いです。フラットのあたりで叩けます。全然スピードがやっぱ違う。あとはやっぱり厚いグリップだとアングルが打てなくなりますね。手首に角度がついてしまうんでアングルが打てなくなります。これはやっぱ薄いグリップの方がフォアはいいです。バックはフォアに厚いグリップの方がアングルも打ちやすい、面が上向き面になってるわけですが外側を取りやすい、ローボールでも打ちやすいんでここは変える必要ないんですけど、フォアに厚いグリップっていうのはやっぱアングルボレーは打ちにくいです。これも結構最近動画を出してるんで実際打ってる映像はちょっと今日割愛します。最近やっぱり薄いグリップの必要性をすごく感じるなって一番思うところはですね、やっぱりスライスを強くかけたい時ですね。結構厚い当たりでボンって伸びるようなボールが行くとストロークの上手い人って相手の力を利用してバーン、速いボール少し弾んでしまったりするとバーンって高いところから打ってくるんですけども、できるだけスライスをしっかりかけて低いところで打たせるっていうのがやっぱりストロークが上手い人を攻略するにはすごくいいなと思ってて、相手のストロークがもうすごい強打者でストローク得意だっていう人は低いところでなんとか持ち上げさせて遅いボールを打たせたいんで、薄いグリップにしてスライスをいつもより強めにわざとかけているときはあります。これができるようになってから結構バリエーションが出てストロークが強い人からはそんなに強打を食らわなくなったかなと思いますので、ちょっとやってみますから見てみてください。厚いグリップのローレ、ボールは速くて伸びるんですけど、やっぱ少し弾みやすくなります。そういう場合はやっぱりしっかり薄いグリップにして弾まないローボレーを打つ、これが大事かなと思ってます。スライスを強くかける、ボールが弾まない、弾ませないことで相手の強打を防ぐことができます。カメラの下側に弾まないで滑っていくようなボール、相手のボールが少し浮いてきてミドルボレーぐらいだと薄いグリップ使えば外側に曲げることができるので、より外に追い出したい場合もいいです。相手のボールが浮いてきてたらこうやって曲げる、曲がるボールが打てます。外側に曲がるようなボールを打てるので、ミドルボレーとかで外側に追い出したい時なんかはこういうボールめっちゃいいですね。薄いグリップ、厚いグリップ、薄いグリップ、はい、どうでしたか。やっぱり厚いグリップにすることでうまくいかないところってのはあります。なんで状況に合わせてグリップが変えれるといいですよって言ったのは、それです。自分が普通にボレーするときはこのぐらいのグリップがいいかなっていうのはあってもいいと思いますけど、状況とかあと対戦相手とかですねに合わせてグリップが変えれるとよりいいと思いますんで、いろいろちょっと試してみてください。僕は結構厚いグリップが好きなんですけども、ストロークがやっぱ速い人に対してスライスが強いボレーを覚えたことで少し勝率が上がったかなと思ってますので、いろんなボレーが打てるといいと思いますので、いろんな握りで練習してみるっていうのも一つの手かなと思いますので、参考にしてください。それでは
今日も明日も明後日も毎日テニスショー、テニスコーチに会いに行こう。じゃあねー。